古墳群分布図国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成古墳群主要部の空中写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成雨の都墳群は能登半島中央部石川県鹿島郡中野都町にある古墳の集まりを言う 国の史跡に指定されている。1号墳、2号墳を中心として、美上山山中に約40基の群を形成している。1号墳噴町には、国土地理院の山東三角点があり、標高187.95メートルを測る。この噴町部は通称、雷が、峰とも呼ばれる。1号墳、2号墳は、長望に優れ、七尾湾、イスルギ山系、大地形交代。 日本海を一望できる。一号墳、二号墳は、私有領亀の潜むところで、天日陰姫神の御領と言われていた。一号墳の前方部にはかつて天日陰姫神社の社殿が建てられていた。天日陰姫神社は、演起式の神明帳に記載されているが、その式内者がそのまま現存の神社に相当するかは、断定できない。 また一号分広報部分庁にはかつて相撲の土俵が設けられ、奉納相撲が行われていた。石川県遺跡地図、石川考古学研究開始と旧六星町中野都庁作成の資料に古墳の総数、構成内容に食い違いがある。旧六星町中野都庁作成の資料には36基の古墳があるとしているが、 その36期の具体的構成を明示していない。本校では便宜上、雨の都粉群の調査、石川考古学研究会始記載文をお母体とし、史跡の都粉群記載で、ナンバリングが重複している古墳を、R、ゴーと記述する。なお、付近にある森の都粉群、西馬場古奮群は、石川考古学研究会史で、雨の都粉群の死軍扱いとされているが、 本校では触れない。1990年代に、噴球表面の全面発掘と、第一埋葬施設の発掘調査を実施。噴球北側から見た1号噴の前方部。2010年、古噴群内の最高所、雷が峰に位置する、前方後方噴。全長64メートル、後方部幅43.6メートル、前方部幅31メートル。 広報部高さ8.5メートルを測る。なお、雨の都噴群の調査以前の文献では、全長70メートルと記載されていた。1990年代の発掘調査直前の、現地表に対する測量でも、全長69メートルを測っていた。しかしながら1992年以降の発掘調査で、吹石が吹かれている範囲が確定し、 吹石が施されている範囲がすなわち紛糾であるといった新たな理解がこの古墳に与えられた。この理解では吹石が吹かれていない部分は吹石規定を揃えるための機台都市紛糾外施設であるとしている。この結果従来の理解に対し特に前方部の形状が大きく削られる結果となった。紛糾全体は 噴球西側に築造可能なスペースを残しながらも、あえて前方部も後方部も尾根南東端ギリギリに迫った形のしめじである。噴球は地山を削り出し、谷部には土を補って成形している。成形樹の森土には2種類の土を交互に突き固めた、半築技法や、土に風化崩壊した、花崗岩の粒を混ぜ込んだ材料などを使用している。 吹き石が吹かれている範囲は二段築成で、中段のテラスがほぼ水平に噴球を全周する。吹き石発掘調査時の吹き石の残存状況は良好。石材は最大径が40から6 0トル20から3 0トル1 0トル前後の3種類を使用。基本的な吹き方は、噴球の下段の巨石には40から6 0トルのものを、 紛糾上段の吹き石素及び、区画積列には20から 30cm のものを使用し、区画の中を20から 30cm 及び 10cm 前後の石材で充填する方法である。以上の3種類の吹き石とは別格に、直径 1m 前後の不正円形の大型岩石2個を、首れ部に近い後方部上段注意にはめ込んでいる。 使用石材の60%は、変魔岩類、22%が形質岩、15%が、加工岩類、1.6%が、奇跡安山岩類、残りいずれも1%未満で、石灰岩類、被災岩類、結晶質石灰岩、デーサイトが続く。これらのうち、主たる、変魔岩類、形質岩、加工岩類、被災岩類、結晶質石灰岩の5種は、 古墳群がある、微上山一帯に分布する、新大三期中心にの歴岩層や被災岩類から洗い出された粒手が、古墳付近の谷川に散在し、それらを採石したらしい。奇跡安山岩は、古墳群から離れた志賀町、灘浦地域の海岸の氷液や玄岩を採石したらしい。デーサイトは、 能登半島北部に分布する、新大三期中心予前期の穴水類層内のものを、採石したらしい。埋葬施設1号墳墳長部に設けられた、埋葬施設の標識。2010年。埋葬施設は、広報部長平単面に2期確認。広報部長平単面のほぼ中央に位置する、第1埋葬施設と、その西側に位置する、第2埋葬施設であり、 埋葬順序は、第一埋葬施設が先行。第一埋葬施設に伴う母校は、一旦噴頂部まで噴球を作り上げた後に掘り込んだ、掘り込み母校である。その規模は、南北8.6メートル、東西4.5メートル以上、深さ1.2メートル前後。第一埋葬施設は、年度角であり、全長7.2メートル、幅2メートル、先丈形木管を内蔵する。 先き竹形木管は、長さ6.2メートル、幅80センチメートルである。母校庭よりさらに70センチメートル掘り込んで設置。先き竹形木管の小口には、蓋、身ともに縄掛け突起があった。また縄掛け突起の位置から、棺身が深く、棺蓋が薄い構造と考えている。副装品の位置から、管内は3つの区画に仕切られていたと推定。 粘土角の被覆粘土外面には、丸太状の道具によると考えられる、叩き締めの痕跡が残る。第一埋葬施設中央に、直径2.5メートル、原墳町面により1.8メートルの深さに及ぶ、洞窟穴があり、館内の一部にも及ぶ。第二埋葬施設に伴う母校は、南北10メートル以上、東西4.5メートル以上で、第一埋葬施設より大きい。 母校上層部を検出、一部のトレンチ発掘以外は、内部未発掘、木管自家層を想定。なお、前方部に車電を作るため前方部を作編した際、安山岩室遺体紙を、小口石に築いた縦穴式石室の一部が露呈し、前方部にも埋葬施設があるとしていたが、1990年代の発掘調査では検出できなかった。館内服装品。 1> 第1枚葬施設の先竹形方地目内の3つの区画から異物が出土。車輪石石縮白を合わせて19個出土し、機内を除けば突出した数という。銅族は52本出土し、すべて柳場型。銅鏡は直径17センチメートル、半円方角帯を持つ。ほぼ関係。鏡面の一部に平折りの絹の織物片が付着。 また鏡の下から普及した木片が出土。飛走者の東部東側に位置。また、前期古墳での方形版川戸時炭鉱の出土例は、全国的にも少ない。出土ドキドキ変が、書き個体分,分、噴球状から出土。後方部西裾と、首レブで二重公園壺2個体、後方部南居から、集中出土した、中型自覚地壺1個体。 小型丸底鉢4個体、亀1個体、手づくね土器1個体、高き15個体以上、壺底部7個体。真滅が著しい再編がほとんどである。築造年代、四跡紀のの都墳文では、古墳時代前期を4期に分ける考えに従い、3期後半から4期、はじめ頃と結論づけている。その根拠は、夏季考察によっている。 3DCG で描画した2号分手前の隆起は7号分1号分分長から見た1号分前方部と2号分2010年2号分分長から見た2号分前方部と1号分2010年1990年代に吹き石範囲確認のための8箇所のトレンチ発掘を実施分丘1号分の北東方に位置し1号分との 飛行4.5メートルで低く、前方部を1号分に向けた形をなす。全長65.5メートル、後円部計42メートル、前方部前端幅28メートル、首レブ幅25.5メートルを測る。1号分と同様に、雨の都噴群の調査以前の文献では、全長70メートルと記載されていた。1990年代の発掘調査直前の、 現地表に対する測量では、全長72から74メートルを測っていた。しかしながら1号分と同じく、吹き石が施されている範囲がすなわち範球である。という理解のもと、修正したのが、蒸気の値である。吹き石が吹かれている範囲は2段蓄成で、中段のテラスがほぼ水平に範球を全周する。 前方部前面に三段目の段が作られているがこれ以外に三段目は確認できず。吹石より下層は調査していないため、噴球の構造等は不明。吹石後円部、前方部とも明瞭な巨石を確認。吹石石材の大きさは1号分と同様らしい。しかしながら前方部前面の巨石、吹石は後円部のそれより小さな石が多いようである。 埋葬施設公園部分庁に目立った乱れはなく、洞窟を受けていない可能性が高い。南北方向に軸を持つ、粘土核または、木管自家層を想定。3号墳。2010年。1号墳から南に、新通国内と呼ばれる、強小な潮根が分岐し、平野川に加工する。三号墳はこのおね状に分布する、古墳中で、最大規模の塩墳。 尾根が小徴部を作って、急降下する尾根筋上の最適所を占める。かつて噴丁部にあたご神の射手があったと伝えられているが、噴球の崩れは、ほとんどなく、整備な半節円水型を呈する。裾部に地山を作平したテラス面が巡る。吹き石、葉には等の確認なし。二号分から見た7.5、6号分と落ち方。 地高体1990年代に発掘調査を実施。2号墳の東の噴居に互いに寄り添うように位置する。2号墳、7号墳、5号墳、6号墳の順に、築造。トレンチ発掘による、互いの創除から判明5号墳の根を削り出し、一部に、り土を施して築造。埋葬施設は、木管地下層を想定。噴丘中央に位置し、長さ5メートル。 1> 幅1.5メートル。南北方向に軸を持つ。異物の湿度なし。六号粉骨根を削り出し、一部に盛り土を施して、築造。粉頂部平坦面直径6メートル。埋葬施設は、木管地下層を想定。粉球中央に位置し、長さ4メートル。幅2.3メートル。N50 度 W 方向に軸を持つ。異物の湿度なし。 7号分の根を削り出し、森土を施して蓄造するが、5.6号分により、森土が多い。噴丘は、西から北から東のみを成形し、5号分側の成形を省略。噴長部平坦面直径5メートル。埋葬施設は、木管自家層を想定。噴丘中央に位置し、長さ不明、幅1.5メートル。N50 度 W 方向に軸を持つ。 棺は、先竹形木管と見られ、棺の幅50センチメートル。異物の湿度なし。1号墳から見た雨の宮17号墳。2010年、1990年代に発掘調査を実施。噴球1号墳から南西に伸びる狭い尾根状に、立地。現況標高は180.75メートル。噴景は、いびつな円形で。 分長部平坦面は広かったらしい。赤浦砂の地山を削り出し、森土を行うことで噴球を蓄積。噴球の東側、南西側で、尾根筋をカットした集合を検出。幅1.1から2.2メートル、深さ0.4から0.8メートル。この集合は噴球を全周していない。不き石、断畜の確認なし。埋葬施設縦穴式石室を確認。 噴球の中心から離れた位置にある。内部は未調査。なお、噴球中心に方形の土壌を検出したが、性格は不明。築造年代1号墳に先行して築造。時期が判別できる、出土遺物なし。中野都庁、旧六成町が36号墳とする古噴。1990年代に発掘調査を実施。尾根の暗部に立地。 り土をわずかに認める。断築、吹石の確認なし。修行は半然としない。集積、列積あり。埋葬施設は、木管と考えられるが、形状不明。出土遺物は、鉄製品と下玉、まが玉、薄玉。年代は、古墳時代中期中央前後。古墳ではなく、何らかの最祀遺跡の可能性もある。小田中にある、 新大塚古墳、亀塚古墳。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1号墳と2号墳とは、墳形が前方後方墳と前方後円墳との違いはあるが、全長、墳長平坦面、前方部平坦面、断築の位置、前方部の開きなど類似性が強く、同じ設計規格よるものと考えられている。 また2号墳は、機内の大型古墳である、奈良市先石塚山古墳との間に1、3、奈良市五社人古墳との間に1、4といった、整数比で、相似関係がある可能性が指摘されている。また2号墳は、同じ能との古墳でも、七尾市音15号墳との間に、年代を超えて4、1の相似関係がある可能性が指摘されている。一方、 大地形地交代を挟んで、雨の宮古墳群と対峙する位置にある中野都庁、小田中の新能塚古墳、亀塚古墳は、雨の宮1.2号墳と築造時期が近いと考えられること、同じく円形と片形の古墳が、体になった構成であることから、古くより、比較検討の対象とされている。雨の宮の東坊の館公園内に設置された、 同票との登半島地震で崩落した一号墳、吹石。2010年1994年から文化庁の史跡等活用特別事業により本格的整備を開始。主な内容は書き。一号墳は築造当時の墳球の高さを再現するため、発掘調査前の地表面に盛り土を施した。そのままでは墳頂部にある三角点標石が埋まってしまうため、 氷石に筒状の覆いをかぶせて対策している。雷が、峰の死人気について、文政十九を追土し、紅葉詐欺山一つ若月によって建て祀られたとする、下記の三名が残る。茂るさ夏もおでお当社、確か、小神の年譜治法領院名紀派手育へ猛猛遺憾、特納修備系旧宇事寺五丼早急江川楊葉。 タイアラレニジヨンモチイチテイニューアマミヤハチツツミ、チサトイズモナカショウケイユウソウタイニホウテカ、ニカミキシウコウンヤマアシ、東北間ガビタイ白星南高イスルギシュンレイ、京ウトウカネマルアラタコフミナミヒトミニシウミハルカヒロ、シズメヒトシオウホクハマクーボアイ天道中央有名、ヒロシヒロシ滝上国特ロ、ライホウビジョサクラジョウモ、ガラキリスポンカミスギトウ、センオイイマツ、 天宮書森、愛子高知上昇福持ち白昼一国霊民奇勇。昭和昔流頭家人図雨降り勘タスク清子広し広市し美団止め祭り。稽古城高類数峰重新鮮真っさ十二。三つ町祖中普段神本の海一石受け書集。新旅街道総福和楽宝来一万年。豊かこれ時文政第十九おついとしな紅葉詐欺山一白赤月。 ありがとうございます。